お前論戦で答えねえんだよ。先月行われた衆議院東京15区の補欠選挙、候補者の街頭演説のすぐ近くで大音量のヤジを飛ばすなど選挙妨害とも取れる言動が問題視されました。これを受け、今日日本維新の会は公職選挙法の改正案を野党に提案しました。改正案では厳罰化に加え、選挙の自由妨害罪に該当する行為を、聴衆が演説を聴取することを困難にする行為など具体的に明記することを盛り込んでいます。提案を受け、立憲民主党の安住国対委員長は、与野党で協議するよう自民党側にも提案したいと話しています。